リカルドリキプチマルティは、スペインカタルーニャ州バルセロナ県、マタダペーラ出身のサッカー選手。FC バルセロナ所属。ポジションはミッドフィールダー。2013年から FC バルセロナのユースチームに所属し、2018年2月14日、FC バルセロナ B にて、ジムナスティックタラゴナ戦でプロデビューを果たした。2017から18シーズン。 UEFA ユースリーグ決勝戦のチェルシー FC 戦に出場し優勝に貢献した。2018年8月アメリカで行われたプレシーズンツアーで活躍し一躍注目を集めた。2018から19シーズンはトップチームにも帯同。2018年12月5日の国王杯4回戦、セカンドレグクルトゥラルレオネサ戦で、 トップチームデビューそしてデニス・スワレスのゴールをアシストした。2019年4月13日の SDUS カ戦でラリーが初出場を果たした。2019から20シーズンはシーズン終盤にスタメンに定着。しかし、キケセティエンが解任されると2020年9月には新監督のロナルド・クーマンからスワレスやラキティッチと共に 自身の構想外であることを電話で宣告されるが残留した。2021年1月24日、第20節のエルチェ戦でトップチーム初ゴールを決めた。カタルーニャ代表としてベネズエラ戦に後半51分にジェラール・ピケと交代してデビューした。日本ではプイグと表記されることもあるが、カタルーニャ後に準拠するとプーチという表記が最も近く。 スペイン国内でも同様に発音されている。ありがとうございます。